にちは、すずです。今回の面接官役のセカニスさんがこれまでの動画で解説してくださった ES 面接企業分析のノウハウをギュッと5分でまとめた資料を配布します。ニュー卒の皆さん、これからの就活にぜひ活用してみてください。概要欄からぜひチェックしてみてね。それでは今日の動画 GO！どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのしずです。今日は旬ダイアリーメンバーのおすずにセカニスさんの超スパルタ面接を受けていただきたいと思います。どうも、スパルタ面接官のセカニスと申します。本日は厳しくいきたいと思います。すずさん、就活の状況はいかがですか？最近始めたばっかりで、さっきみなみさんに ES 添削をしていただいたんですけど、まあ、結構ボロボロで初めの ES 段階にも通るか通らないかレベルなので、ちょっとここから頑張っていきたいなというところではあります。最初にでは1分間程度でいいので、はい、自己紹介お願いします。仏教大学3年の高橋鈴鹿と申します。現在1年間休学をして、就活 YouTube 旬ダイアリーというチャンネルを運営する会社にてディレクターとして1年間インターン生として仕事をしております。で、私は大学生活を通して人の孤独とか疎外感っていうのを解消したいと思い、3つのことに挑戦してまいりました。1つ目は塾講師、2つ目は学生団体の設立、3つ目が現在挑戦している就活 YouTube でのインターン生としての経験です。以上のこと、はい、という人間でございます。3つのうちどれでもいいんですけども、はい、最も力を入れて、はい、で最も挫折失敗困難を味わって、はい、それをどう乗り越えたのかっていう部分をぜひ教えてください。まず最も力を入れた経験でいきますと、就活 YouTube でのディレクターとして旬ダイアリーを運営した経験になります。私がまずやっていた仕事としては、企画を考えて、それを企画を社内で通して、実際に撮影までやって、でその後編集者さんとやり取りをしながら動画を編集していって公開をするところまで担当しておりました。でこれは全部で5人のチームで行っていまして、でこの5人で登録者を6万人から12万人まで伸ばすということをしてまいりました。その中で最も大きかった困難というのが、私たちのチャンネルはその時6万人いて、動画も毎日出している状態だったんですね。その毎日出す動画に毎日違う学生が出演しているというような状態 でその就活生をキャスティングする、名前と顔と大学名を出して動画に出てもいいよっていう学生をキャスティングするのが一番の困難でした。これをどういう風に解決していたかというと、毎日、すみません、少し時間をくれて、はい、大丈夫ですよ、はい、申し訳ないです。はい、まず動画に出演してくれた学生を探すためにどういうことをしたのかで言うと、毎日100人以上に Twitter で DM を送って、でその中から1人2人と面談して、合計週に7人程度の学生と面談して1人2人をキャスティングするというようなことをしておりました。ただそれではどうしても人数が足りなくて、でその時にあったキャスティングの課題としては、そもそも私たちが送っていた Twitter のアカウントは500人程度しかいなくて、なかったっていうのと、そもそも旬ダイアリーを知っている学生に動画に出てくださいっていうお願いするのではなくて、普通にツイッターにいる普通の学生に送ってたので、旬ダイアリーをそもそも知らないから不審がられて出演を OK してくれないっていうのと、そもそもそのツイッターの500人という登録者が少なすぎて権威性がなくて断られているっていうのがありました。なので私がそこで行った2つのこととしては、旬ダイアリーの視聴者と直接コンタクトを取るために公式 LINE を開始したというところで、その公式 LINE で実際の視聴者とつながって動画に出演してくれる学生を探すってことをしたのと、ツイッターの登録者を500人から1000人に伸ばして権威性を出して、あ、ごめんなさい、ツイッター何人から何人、500人から1000人に、500人から1000人が権威性、一応1000人というところで権威性を出して DM を送った時に返信してくれる率を上げたということがあります。500も1000もほぼ変わんないと思いますけど、その結果としてはやはりそのツイッターからの返信率っていうのは大きく変わらなかったんですけれども、公式 LINE の方はかなり返信率が上がって、就活のキャスティングもそれまで1週間で700人に送って1人キャスティングできるっていうところを、公式 LINE にしてからは1日に1通送れば1人返信が来て、1週間に7通出して7人キャスティングできるっていうところまで、就活生キャスティングの確率を上げることができました。このような課題を、乗り越えて登録者というところを6万人から12万人に増やすことができたなと考えております。飛躍しましたね、今すごく。そうです、少し飛躍してしまったなと考えております。なるほど、なるほど、はい、自分で思う自分の強みと弱みを教えてください。はい、自分で思う自分の強みは、こだわりきる力かなというふうに考えております。で、弱みで言うと、それが少しこだわりきる力が強すぎて、頑固になってしまうというところが自分の弱みかなというふうに考えております。なるほど。で、もう少し詳しくこだわりきる力でお話しすると、今、就活 YouTube で動画を作っているんですけれども、10分程度の動画で、他のメンバーが30個ぐらい修正を出すのに対して、私は割と1秒単位で動画を見て、で
カット箇所を決めたりとかしてしまって、はい、60個から80個ぐらい毎回修正を出す。そういう自分が一本の動画に対してこだわりきれるところが強みなのではないかなと考えております。こだわった結果どうでしたか？こだわった結果やっぱりそのことが視聴回数にも出てきて、これまでやっぱり普通の学生が面接する動画は数字が伸びても2万回から3万回程度だったんですけれども、私がこだわりきって選んだ就活生が出演した動画では、その学生が出るだけで5万回から10万回の視聴回数を取ることができたので、こだわった結果動画の視聴回数が伸びたということがあります。今の話を聞いてると、はい、その会社でそのチャンネルを運営していくのが高橋さんにとって幸せなことなんじゃないかなと思ったんですけど、はい、どう思いますか？で言うと、今私が働いてる環境ってスタートアップで、はい、ちゃんとノウハウがある環境で私働きたいなと思ってるので、ここの企業に就職することは今のところ考えていないです。今の話だとギブアンドテイクで言うとテイカーで終わっちゃうんですけど、はい、テイカーのところもあるんですけれども、私がギブできることとして私の強みとして先ほども挙げたこだわり力だとか、あと他には行動力というところもあるんですけれども、そういう力を生かして御社に価値を与えることができると考えております。じゃあ志望動機聞かせてもらってもいいですか？はい、私が御社を志望している理由としては、人の孤独感だとか疎外感っていうことを解消する仕事を熱中できる環境でできるかなというふうに考えております。初めのその業務内容、仕事のところで言うと、人の疎外感だとか孤独感をなくしたいっていうのは私の中学時代の原体験から来ていて、中学時代に自分がすごく真面目に勉強を頑張る生徒だったんですけれども、その学校の風潮っていうのが真面目なのは良くないこと、不真面目が正義というような環境でして、その中で頑張ってるからこそ、孤独感だったり、周りの友達があんまり関わってくれないというところで、疎外感をすごく感じたんですね。で、その時に私がちょうど K-POP にハマっていまして、その K-POP の子たちのキラキラ歌って輝いてる姿勢だけじゃなくって、裏の努力の部分っていうのをドキュメンタリーで見ていて、すごく感動を受けて、努力することって正解なんだとか、ここまで努力してる人がいるんだっていうところですごく自分の心の支えになったんですね。なので、その動画っていうところで人の孤独感だったり疎外感をなくすような仕事を今後は自分がしていきたいなというふうに考えております。で、それを熱中できる環境でしたいというところなんですけれども、これ私のエゴになってしまうかもしれないんですけど、私は自分が何かに熱中している瞬間が好きなんですね、はい。そういう自分が好きで、で、それをもう少し詳しく言うと、まあ、土日も仕事をしたりだとか、業務時間外とかも思わず仕事をしてしまうような環境で仕事したいなと思っていて、で、それが御社でできると考えたので、それって別にどこでもできるんじゃないですか？うちじゃなくても。はい。ただ、これはいいことかわからないんですけれども、業務時間外を仕事をすることがいい。ごめんなさい、ちょっともう一回考えますね。熱中できる環境は御社にしかないというふうに考えています。で、その考える理由として圧倒的に熱量の高い社員さんが周りにいるっていうところがあります。で、私が社員訪問をさせていただいた際に印象に残っている言葉が、毎日18時間働く、でも楽しいっていうのがあって、で、それを一人の社員さんだけじゃなくって、他の社員さんからも業務量はやっぱりすごく多くなっちゃうけど、自分の仕事に誇りを持ってるし、自分の仕事とか自分の会社が成長することが楽しいからっていうのを6人社員訪問したんですけど、皆様同じことを言われていて、で、これっていうのは私がこれまでインターンで30社以上の会社さんと案件を一緒に進めていく中で、こんなことを言う会社さんは正直なかったんですね。なので、その圧倒的な熱量の高い仲間と働くことで自分も熱量高く頑張れて仕事に熱中することができるのではないかと考えています。将来像というか、はい、なんか未来にこうなりたい姿っていうのは どんな感じですか？そうですね、私が目指している将来像というのは、自分が提供したコンテンツで実際にいろんな孤独とか疎外感に悩む人を助けられている状態が自分の理想像ですね。なるほど。自分が出した動画とかで、この動画で救われましたっていう風な反応をたくさんいただけていること、で、それが世の中的にもいいコンテンツだよねっていう風に認められている状態が自分の最高の理想状態かなと考えています。高橋さんのキャリア的に、はい、自分の理想のキャリアとして、はい、もちろんこう正直に教えてほしいんですけど、はい、例えば、まあ、転職とか起業とかいろんな道があるじゃないですか。はい、それってどう考えてます？自分の中で起業をまず考えてないです。なるほど。転職も今の段階では考えていないですっていうのがあります。っていうのも、私、御社にかなり惹かれておりまして、自分のキャリアを進めることはもちろんなのですが、御社を成長させたい、御社をもっともっと成長させていきたいっていう気持ちもあるので、転職だとか独立だとかっていうことは考えてないです。ということは、はい、5年、10年経っても、はい、
こう弊社で働いていただくみたいな、こう今思ってる気持ちとしてそんな感じ、はい、そうです。今思ってるイメージとしては、そういうふうに思っています。ってことは、はい、高橋さんは、部下を持つんですよね。はい、部下を持ったときに、はい、高橋さんが18時間働いていると、もし、土日もなく働いていると、はい、部下ってどうなります？部下も同じような働き、私がやってることによって、私もそれぐらい働かなきゃいけないのかなっていう感じで考えてしまって、病んでしまう方も出ると思います。病んでしまうというか、出ると思います。そうですね、出ると思ってます。はい。はい、ってどう思います？もちろん防いでいきたいなとは思っています。で、防いでいくために何ができるかっていうと、一応全体のルールとして、何時までが仕事の時間だよとか、土日は休んでいいよっていうふうに私が発言したりだとか、実際に、毎日仕事するだけじゃなくて楽しんでる場面も仲間に共有するってことで、あ、休んでもいいんだ、遊んでもいいんだっていうような状況を作り出すことが大事かなというふうに考えています。まあ、面接は以上なんですけども、はい、最後に何か言いたいことや質問などあれば教えてください。先ほども少し申し上げたんですけれども、これまで新大学のインターンで30社以上の企業の方々と案件を受けさせていただく中で、ここまで入社したい、ここまでこの社員さんと一緒に働きたいっていうふうに思った企業は御社しかなかったので、ぜひ御社で働きたいと考えております。よろしくお願いいたします。どうでした、スーさん。さっき ES の段階では自信もなくて、なんか何言ってるか分かんない状態になっちゃって、それは回避できたんですね。自信を持って話せたしっていうのだけはクリアできたんですけど、ただ言ってる内容がちょっとごちゃごちゃだったなっていうところは自分の中でも正直あるので、もう今回もバスなのではないかなって思わしております。それでは坂西さん、合否発表お願いします。バスです。いいところもたくさんあります、はい、一次面接なら20枚です。最終も多分落ちます。二次三次は運が良ければ通りますが、はい、これ運ですね。はい、はい、だと思いました。はい、上から順番に行きます、はい、なんか言わなくてもいい言葉がすごい多いんですよ、全体的に、はい、それ別に言わなくてよくないっていうのがすごい多かった印象があります。はい、はい、例えば最初のつかみすごく大事です、はい、あの印象がめちゃくちゃ残るので、最初の10秒って何言うか超大事なんですね、はい、で最初の方に休学の話来たんですけど、休学ってくると休学なんだって結構強いワードなので、はい、強すぎるんですよ。はい、なんで言わなくてよくない休学って思っちゃいました。だから言う必要がないです。肩書きは正直どうでもよくて、はい、ディレクターって肩書きも別にそんな大事じゃないので、はい、ディレクターも別に言わなくていいんじゃないかなって思いました、はい、もっと他に大切なことはあるんじゃないかなと思いました。エピソードも最初に3つありますっていう話だったんですけど、3つはね多いんですよ。正直に言うと、これ1個に絞った方がいいです。3つとも、あの、広く、浅い、薄いものを出すよりも、1個にして、濃くして、で、心をつかむようなキャッチコピーが欲しいです。でないと、覚えられないんですよ、こっち。はい、10人とか1日見て、10人細かく覚えてるかって覚えられるわけがないので、つかみの部分と、キーワードとか、キャッチコピー、まあ、パンチラインというかもしれないですけど、そういう1行みたいな部分が弱いんですよね。だから、結構そこは致命的なんで、記憶に残りませんし。いい面あります。いい点は、まあ、5人のチームで成し遂げましたってところで、すごい興味を持ちましたね。どうやってやったんだろうって思って、すごいグッと心が引き寄せられたし、6万人から12万人っていう数字の根拠があったので、いいねっていうふうにこう聞いてて思いました。ただ話し方が良かったです。話し方は、例えば困難が2つあります。まずこう結論ファーストから出していただいて、で、1つ目は何や、2つ目は何やっていうふうな出し方はいいんですけど、問題はその困難の2つの話が長い。でも、すずさん逆の立場になって、3分間ガーって喋られて、3分間の内容全部覚えられます。でも私も途中で、みのみさんこれもう話飽きてるな、長すぎるなっていうのを感じておりました。話が長いのは致命的なんですよ。大事なことは会話なんですよ。無理やり会話を作るのは大事なことは、落とし穴作戦で質問をさせるっていうところで、質問したくなるワードを置いておいて、はい、でそこで黙るんですよ。で、はい、ご質問してくださいねっていうところで、これ結構訓練が必要なので、はい、ぶっつけ本番は絶対うまくいかないです、はい、なんで訓練してくださいと思いました。困難を乗り越えるって話で、人数とかフォロワーとかの数字を出して話してくれたのがいいんですけど、はい、結論ちょっと頭が悪そうだなって思ってしまったのが結構致命的なところ、はい、どこかっていうと、はい、DM めっちゃ送りました、100人以上 DM めっちゃ送りました、なんか頭悪そうだなとか、ツールをツイッターではなくて公式 LINE に変えました。え、ツール変えただけってところとか、権威性の話をしてるのに、500人から1000人で権威性って言っちゃってるところとか、大丈夫かなっていうふうに不安になりました。なんか権威性っていうキーワードはいいんですけど、権威性が権威性になってないんですよ。
話が長いし分かりづらいし本当に本質的なその困難の解決策になってるかっていうとなってない雰囲気がしました。強みの部分、弱みの部分、これねすごい良くて、こだわりきる力と頑固になってしまうっていうのは分かりやすいし、まあある意味強みの裏返しじゃないですか。なんでそこを自己分析できたのはすごく良いので、まあもちろんこだわりきる大事です。だけどこだわりきるにももちろん頑固になってしまうっていうネガティブな面もあるので、そのネガティブな面をどうやって解決するのかっていう部分のなんかそこの頭の良さ、スマートさが欲しかったんですけど、はい、正直そこはなかった。気合で頑張ります終わりじゃなくて、はい、気合でも頑張れるし、マーケティング的に戦略的に SNS 攻略としてこういう裏側の戦略とか知性の部分があって自分にはこういう強みもありますっていう風に言った方が良いです、はい、こだわりきる力に関して言うと、こだわった結果どうでしたかっていうのは私から質問したんですけど、はい、これは正直すずさんから言ってほしくて、こだわりきる力がありますっていう弱みもあります。ただこの強みと弱みがあることによって自分はこういう価値を出せました、結果数字を出すことができましたっていうところまで言ってほしい。あのギブアンドテイクの話で自分がテイカーになってるんじゃないですかって話、はい、僕が質問したと思うんですけど、結構テイカーな感じが伝わってきちゃって、うん、すごく良くなかったです、ね、ここは。あのあんまり聞いててあんまり気持ちいい言葉じゃなかったです。志望動機の部分で言うと、これベリーグッドなのは中学時代の経験が具体的なのですごい良かったし、はい、自分の憧れがあるグループがいてその裏の努力の部分話とか自分の心の支えになりましたって話は具体的だったので、これはすごくベリーグッド、はい、言わなくてよくねっていうネガティブなワードが結構あって、自分が好きって話、これも別にそこまで言う必要ないんじゃないかなっていうふうに思いました、はい、なんかそこまで言わなくてもいいんじゃないかな。18時間働く、業務時間外で働く、土日も働くの話もこれも多分言わない方が良くて、これ結構地雷だなと僕は思っちゃうんですよ。地雷何かっていうと、現場の1年目2年目3年目ならいいんですけど、5年目10年目になってマネジメント職になった時に後輩が潰れるんですよ。それを想像しちゃうとちょっと怖いんですよ、こっちは、うん、恐怖心、それを部下とか後輩にも強いるんじゃないか、なんかいい感じの返しで、そのこだわりきる力が頑固になってしまうから、もちろん時間はかかるけれども、こういう風に戦略を持って、例えば今、編集者さんにはこういう風に言ってるとか、はい、コミュニケーションの工夫みたいな部分を、今こうしてますっていう話ができたらいいかな。はい、だからこういう欠陥も理解してるから、こういうことをしてますっていう言い方をしてください。はい、で、なぜ弊社なんですかって話は、その、すごく具体的で良くて、自分がその、社員数人のところで YouTube で頑張ってみた経験があり、もちろん成果も出したけれども、一定の限界も感じてしまったと。から、もっともっと強い、広いところに、見てみたいっていう話は、これ具体的な経験があったので、はい、ベリーグッドです、はい、フィードバック聞いていかがですか、すずさん。まあ、今回も自分のダメなところがたくさん見つかったのでもう一回今のフィードバックを聞いて自分の面接を見直してみてブラッシュアップしていきたいなと思いました。セカニチさんの SNS は概要欄に貼っているのでぜひフォローお願いします、はい、YouTube、Twitter フォローお願いします。お願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。じゃあどうもこんにちは、すずです。今回の面接官役のセカニチさんがこれまでの動画で解説してくださった ES 面接企業分析のノウハウをギュッと5分でまとめた資料を配布します。新卒の皆さん、これからの就活にぜひ活用してみてください。概要欄からぜひチェックしてみてね。